アルスター軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州の南東部ハドソンバレーのハドソン川中流地域に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は18万2493人であり、2000年の17万7749人から2.7%増加した。軍庁所在地はキングストン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アルスター軍は ニューヨーク大都市圏に属している。軍名はアイルランドのアルスター地方から取られた。1875年のアルスター軍現在のアルスター軍となっている地域はオランダ人開拓者がエソプスと呼んでおり、ニューネーデルラント植民地に属していた。1652年、レンセリアウィックからの自由保有権者トマス・チェンバーズがエソプスの土地を購入し、交易を始めた。 1654年、キリアン・バン・デン・セリア会社の20%所有者、ジョーダンデ・デハルターが土地の権利を認められ、クリストフ・ェル・デイビッツとジェイコ・ビー・ジャンセン・ストールの権利と共に最初の高級的な開拓地となり、そこがウィルトー・イク村、さらにキングストンに成長した。1683年、ヨーク港がそのニューヨーク植民地に12の軍を創設した。 アルスター軍もその一つだった。当時の領域には、現在のサリバン軍全域とデラウェア軍、オレンジ軍、グリーン軍の一部が含まれていた。1777年、ニューヨーク州の州都がキングストーンに作られたが、その後イギリス軍がキングストーンを焼いた時に、カー・ホンクソンに移された。1797年、アルスター軍とオチコ軍の一部を合わせて、デラウェア軍が設立された。 1798年、軍災南部がオレンジ軍に移管された。これは、ロックランド軍を創設するために、オレンジ軍の災南部を分離したことの埋め合わせだった。1800年、アルスター軍とオールバニ軍の一部を合わせて、グリーン軍が設立された。1809年、アルスター軍からサリバン軍が分離設立された。南北戦争の軍内の裕福な家庭から、 志願兵が重望され、第139ニューヨーク志願不評連隊が結成された。シャワンガンクリッチのモホンクマウンテンハウスミネワスカ湖、アルスター郡はニューヨーク州南東部にあり、オールバニ市の南、ハドソン川のすぐ西に位置している。郡域の大半は、キャッツキル山地とシャワンガンクリッチに入っている。郡内には、ミネワスカ州立公園、モホンク保護地、 サンダウン州立公園、バーヌーイキル州有林、ウィッチーズホール州有林、シャワンガンクリッチ州有林、気象種の低木松がある、サムズポイント保護地があり、またバーキー・アダーキル滝もある。軍内最高地点はスライド山であり、標高は4180フィートである。最低地点はハドソン川沿いの海面である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は1161平方マイルであり、このうち陸地1126平方マイル、水域は34平方マイルで、水域率は2.95%である。ニューヨーク州、スルーウェイ州間高速道路87号線が、軍内を南北に抜け、ニューヨーク市とその周辺への動脈になっている。 アルスター軍の公共交通はトレールウェイズ・オブ・ニューヨークがニューヨーク市とオールバニにし、修道28号線と23号線沿いで運行し、アルスター軍地域交通は軍内の修道や国道をカバーし、またキングストン市ではキングストンシティバスが運行されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アルスター軍庁舎アルスター軍は 近年民主党を支持してきた。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが54%対43%で共和党のジョージ・ W ・ブッシュを制した。2008年の場合も民主党のバラク・オバマが61%対38%で共和党のジョン・マケインを制し、2012年もオバマが60%対37%で 共和党のミッドロムニーを制した。しかし、アメリカ合衆国会議員では、ニューヨーク州第19選挙区に属し、共和党議員を送り出している。アルスター軍は、昔から、軍政委員会、マネジャー方式をとっており、軍政委員会が、軍の行政機能を扱う管理官を採用している。軍政委員会の議長は、大きな権限を持っているが、その選ばれた、 選挙区の代表に過ぎない。軍全体を選挙区に選ばれる役人は、地区検事と軍保安官である。2006年、住民は初めて軍検証を承認し、選挙で選ばれる行政府に修正した。その2年後に、現職軍管理官が初代軍執行官に選出された。立法権は、軍議会にあり、小選挙区から選ばれる23人の議員によって構成されている。 これは2010年後半に有効となった軍検賞に沿っている。現行議席は共和党11、民主党11、保守党1だが、保守党議員は共和党に参加している。ウィッテンバーグから見るアショカン貯水池アルスター軍祭の牛アルスター軍には、キャッツキル公園とキャッツキル森林保護地の多くが入っている。元のデラウェアハドソン運河がペンシルベニア州の石炭を ハドソン川沿いのキングストンに運んでいた。バンドのオーリンズのメンバーだったジョンホールは、アルスター軍議員を務めた後、アメリカ合衆国会ニューヨーク州第19選挙区に出馬するために転出した。元のアルスターデラウェア鉄道が軍内を通っている。その沿線には、ニューヨークトロリー博物館、キャッツキルサン鉄道、エンパイアステート鉄道博物館の3つが観光地になっている。 アルスター郡には、総延長40マイル以上のレールトレールがあり、ハドソンバレーレールトレール、ウォールキルバレーレールトレール、オーダブルーレールトレールとなっている。ハドソン側に架か,かる歩道橋、ウォークウェイ、オーバーザ・ハドソンは、世界最長の歩行者と自転車のための橋であり、アルスター郡内のレールトレールと結ばれている。ウォールキルバレーレールトレイルの途中にあるローゼンレール、トレッスル橋は、 下を通るロンダウトクリークの頭上150フィートあり、1872年に建設された当時、アメリカ合衆国で最も背の高い鉄道橋だった。アルスター軍祭は長年ニュープラッツで開催され、ベストシックスデイズ・オブ・サマーと宣伝されている。ニュープラッツのアルスター軍プールや、総ーガウティーズのアルスターランディング公園を運営している。ありがとうございます。